人、さらには首位打者の西岡を怪我で欠いても今のロッテの強さに変わりはありません。同点で迎えた6回、5番フランコにタイムリーツーベースが飛び出し1点の勝ち越しに成功すると、満塁の場面で登場はここまで3安打の1番小坂。主力2人が不在でもそれを補ったあまりある打線のつながりで大勝のロッテ、もう止まらない、止められない7連勝です。一方最下位巨人は連敗が止まらず借金7です。パリーグです。12球団唯一チーム打率3割チーム防御率2点台のロッテが7連勝。よろしくお願いします。はい、本当にもうロッテの勢いは本物ですね、うん、強いね、はい、内容がいいですもん。そうですね、横綱相撲といいますかね、そのぐらい安定してますよ。あの試合前の練習でも活気がありますもんね。そうですね、まあ、我々見てましても、はい、本当に、ね、それとね、まあ、あ のんびりやってるというそういうあの感じ方しましたね。あ、なるほど。各々がもう自信持ってやってますからね、はい、リラックスした感じで。そうですね、はい、さあそれではゲームご覧いただきましょう。まず両チームのスターメン、ライオンズ1番中島、マリーンズは4番キャッチャー里崎。中島 の, 3あの1番はあってもね、不思議じゃないですけど、里崎はびっくりしましたね。おそらく監督のひらめきがあったんでしょう。あ、そうですね、西武の先発は今シーズン初先発大沼、立ち上がり1番の小坂、初球をセンター前、勢いを感じます、うん、確かに甘いボールですけどね、まあ、積極的にねこの 1,2 番がね打ちますよね。特に堀がうまいバッティングしますよ。そうですね、はい、もう小坂と堀この2人で先制のチャンスを作りました。1回の裏のロッテ、そして3番の福浦、これでまあ福浦がなんとかということで少しこうあのボール球に手を出しましたけどね、まあ、しかしこうやってピンチですけども、非常にあの大沼もいいんですよ、内容がね。さあそしてロッテ先制のチャンスにプロ初の4番里崎がバッターボックス。ここで一番打ってくれと思ったのは監督ですよね。しかし結果はダブルプレー。そう、うまくいかないのが野球ですよ、これはね。ロッテ先制のチャンスを逸しました。さらにロッテは3回です。ツーアウトランナーなしから1番の小坂、ワンストライクワンボールから、これが意外に伸びます。伸びて打球はライトスタンド、まあ、風にも助けられたというかね、まあ、しかし小坂がトップバッターでこれだけ内容のいいバッティングしますとまた勢いづきますよ、ロッテはね。まあ、めったに打たないんで二塁ベースを踏み忘れたというね、小坂しましたね、はい、戻ってました。この後堀がヒット、3番の福浦2エンド1と追い込まれていますがうまく拾います。これチェンジアップでしょうけどね、うまく打ちましたね。これでまたね4番の里崎に回すんです。やっぱり4番バッターというのはチャンスが来るんですね。そうですね、はい、さあ2アウトからチャンスを作ったロッテ、3塁1塁で4番の里崎、ここはどうだ、粘って8球目しかし三振。なんとかやっぱりね監督の期待に応えようというところで少し力みましたよね。あ、そういう目がありましたね。ボール球に手出しましたね。はい、大沼も粘ります。この回ロッテ1点止まり。さあロッテの先発が前回西武戦で好投した加藤、3回まで1安打ピッチング、4回この回先頭赤田にフォアボール。これもいいボールですよ、際どいボールですよ、はい、でこのあとワイルドピッチがあって3番のフェルナンデス、まあ、しかし今のなんかもねあのボールが伸びてますよね。なんと3週間ぶりですよ、はい、悪くはないのにピッチャーが多すぎるということでファーム行ってるわけですけれども、これだけの内容を安定したピッチングをしてるわけですよ。力みもなければね伸び伸びとボールを投げてますね。ワンアウト三塁、カブレラには初球、うん、これは多少ちょっと甘が入りましたけどね、まあ、これで1点は失いますが今日の加藤は本当にこう安定感を感じましたね。そうでしたね、まあ、そんなに速くはないんですけどやっぱりボールに切れがある、それと大きなカーブ、はい、それから緩急を使っているそのチェンジアップですね、この間がとっても良くてですね本当に落ち着いたピッチング、もう一皮も二皮も向けたというピッチングですね。受けたキャッチャーの里崎も今日はまっすぐにキレがあった、うん、カーブとの緩急が効いていたとコメントしています。まあ、これなんかも本当にコースといいボールのこのキレといい申し分ないですね。1対1同点のままゲームは6回、この回先頭里崎、サード後藤、これは取ってやらないとね、ピッチャーが一生懸命頑張ってる1対1ですよね、はい、こういうところからやっぱりねこう点を取られていくのが今西武なんですよ。先頭バッターをエラーで出してしまった西武、5番のフランコ、ここまで粘っていた大沼、初球が抜けました、センターオーバー。少しねスライダーが抜けてやっぱり、外国人選手は初球を打ってきますからね。
やられましたね。フランコのタイムリーツーベース、ようやくロッテ2点目が入ります。ここまでロッテはあと1本が出ない場面が多い展開だったんですが、このあと2アウト3塁1塁となって9番の今江、ワンスリーから。いや、大沼もね、こうやって我慢しながらよく粘ってるんですよ。これまあ1点また日で負けてますがね、その後点やらないぞというようなねピッチングしてましたよ。117球でここでマウンドを降ります。ピッチャー星野に代わって2アウト、状況は満塁で、ここまで3安打の小坂。こうやって当たってる人のところに回ってくる、はい、これも難しいボールなんですよね。こうやって打ってくる、本当この人がこうやって調子上がってきますと、ロッテはこのままもうどんどん行きそうだなという気がしますね。小坂の走者一掃のタイムリーツーベース、もうこれで試合が決まったかのような雰囲気でした。はい、もう加藤が良かっただけにね。この6回ロッテは一気に5点取ります。さあ、好投の加藤、7回のピッチング、この回先頭和田、ノーツーから強引に行きます。まあ、しかし西武はこの本当に和田が牽引者が良くなってこないとなかなか勢いづいてこないでしょうね。ツーアウトから8番の栗山、カーブを叩いて1イン2塁間、ランナーは3塁ストップ。まあ点差がありますんでね、事情しますよね当然。ツーアウトから西武なんとかチャンスを作って9番のバッターは細川、しかしここは加藤が詰まらせました。まあ、本当に素晴らしいピッチングでしたね。ナイスピッチングでした。加藤は7回98球1失点でした。結局7対1 14安打のロッテ、怒涛の7連勝、もうこの勢いは本物です。